レッジをやっていくので、皆さんも一緒にやっていきましょう。はい、睡眠の質を上げるためにやります。まずは両足を上げてブラブラーっとします。これはですね、重力でね、下に溜まりがちな老廃物とか血液とかを心臓の中心部に戻してあげて、血液の循環を良くするようなイメージです。は全部ね、この寝ながらできるものですので、一緒にやってみましょう。もうね、ふくらはぎをブランブランさせます。では次は膝を立てて左右に動かしていきます。なんか適当ですよ、適当。しますか？私は寝る前に、まあ、いつもストレッチをやってたんですけど、最近思ったんですよ。毎回毎回同じメニューでしても面白くないなと思ったので、最近は少しずつやることを変えていったりとかしてます。ではまた。ではまたね。
準備してみましたね。右足をピンと伸ばして、まずは足首を、足首から、ふくらはぎをマッサージしていきます。あとはなるべく自分の顔に足を近づけていって、ふくらはぎの後ろとか太ももの後ろが伸びているのを感じます。しっかりとマッサージして流していきます。あとは足首をぐる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 回していきます。なかなかね、やっぱり心臓から遠い部分というのはほぐしてあげないと老廃物が溜まりやすいと思うので、自由に心地よくしていきましょう。そうですね、特にやっぱね、女子イズは私たち女子イズはスカートとかね、ワンピースとか半ズボンとか履くと、やっぱ膝下とか、ふくらはぎ、足首が見えるじゃないですか。そこがなんかキュッと、そこがね、キュッと細いといいなと思うので、しっかりとほぐしていきます。反対側もまずは伸ばして伸ばして、ふくらはぎをマッサージして、足首もしているつもりだったんだけど、改めて動画で見るとそんなに回してないな。自分の顔に近づけて、太ももの裏とかふくらはぎの後ろ部分を伸ばしていくのをイメージしていきましょう。結構これをしっかりやるとストカがすっと軽くなるのを、1回で効果が感じられると思うので、皆さん騙されたと思ってやってみてください。はい、普段そんなに私も運動しないので、急にね激しい筋トレとか運動をしろって言ってもきついじゃないですか。まずはの可動域を広げていきましょう。これさ、すごい個人的な話なんだけど、この足を回すの、私右の方が硬いのか分かんないんだけど、右を回すとゴリゴリ言うのね。左側の方が柔らかくて全然ゴリゴリ言わないの。多分皆さんも癖とか体の歪みとか、多分こっちは硬いなとか、こっちゴリゴリ言うけどこっち側は柔らかいなとかあると思うので、一度試してみてください。本当に左右差あるなって感じます。次はカエル足になって
もしないとは。簡単なことから始めてみましょう。でこれね、膝の部分で足ふくらはぎをマッサージしてます。とにかく入念にマッサージしてリンパを流すことを意識しております。ストレッチ始めたりする人がヨガマットレスっていうのかな、あれ使ってて買うか迷うんだけど、買ったら買ったでそんなに続ける自信ないから買ってません。
っしゃったので、ね、睡眠の質を上げるためにストレッチをして、であとやっぱり入浴ってすごく大事だなって思ったんですよ。私そのめっちゃ面倒くさがり屋なので、もう365日中60日くらいはシャワーなんですよ。でも数日前くらいに超久しぶりに今日は疲れそうと思って入浴したら、もうねびっくりするぐらいよく出れた。まあ普通にね毎日している方からしたら当たり前だろそんなって思うかもしれないんですけれども、一人暮らしを始めてからもこの方1年のほとんどはシャワーで済ませてた民なので、もうね本当にびっくりした、本当にびっくりしました。こんなによく眠れるものなんだと、運動は大事、ストレッチは大事とか言われてもやっぱり続けるのって超難しいよね。それに対する解決策は全然持ってないんだけど、でも今のところ私の中ではモチベーションが上がる、なんか体のことを気遣いたくなるような、美意識が高まるような動画を見る、そして、まあ、最低限のストレッチをするっていうのが私の目標です。なんかこれにねプラスちゃんとタンパク質を取るとか砂糖を取りすぎないとか食べる時間帯に気をつけるとか食事もちゃんとしてったら健康的になるんだろうなっていうのは分かってるんですけど、なかなか実践できないなと思います。だからまあ自分のできるところから少しずつやっていきたいなという今の思いを語らせていただきました。みんなはなんかどんな感じで自分の健康とかを気遣っていますか？するっていうのも大事だけど、多分